無事着いたようね。安心して、アキラ君の位置はこっちで追跡中よ。おおよその位置は把握できてるわ。情報を送るからアイリスで確認して。
Thank you.
ローレギオンを捕まえたの？それって一つのコアに二つのレギオンが融合したってこと？それも大事なことだけど、今はアキラ君を助けるのが先よ。アキラ君のいる場所、そこからだとチェインジャンプでも届きそうにないわね。周りに何か使えそうなものはない？アイリスで確認してみて。アイリス起動。情報開示。アローレギオンが反応しているものがあるみたいよ。こうなったらいろいろ試してみるしかなさそうね。やったわね。早くアキラ君のところに行ってあげて。スキャンデータを送って。大丈夫、気を失ってるだけ。汚染の心配はいらないわ。迎えのヘリを送るわ。戻ったらすぐに帰っていらっしゃい。よかった、警報が止んでる。汚染を広げていたアローレギオンが拘束されたんだから当然か。あっ、みんな今日も元気だな。お前たちまでいなくなったら俺は。この猫たちは親父が助けたんだ。親父がいなかったらこの子たち、ネウロンの隊員としてルールは絶対、当然本部に連れて帰るわけにはいかない。うちに連れて帰ろうにも俺やあんたがいるから。だからここならパトロールの途中によって世話ができると思ったんだろうな。俺はたまたまここに入る親父を見かけて知ってしまったんだ。他の人には絶対に秘密って約束で、もちろんあんたにも。親父は人間だけじゃなく自分の手の届く範囲の全てを救おうとしていた。たとえ自分には何の目。本当にすごい人だった。それに俺たちにも優しかった。だから俺たちは示し合わせたわけでもないのに、まさかこんなことになるなんて。二人とも聞こえる？戻ったなら連絡ぐらいよ。勝手なことばっかりしてたら減給処分よ。こちらアキラ。現場のゴタゴタで通信装置が切れちゃってたみたいだ。これより本部に戻ります。もう気をつけてよね。じゃあ待って。了解。ここのことはくれぐれも内密に、特にマリーにはな。
疲れ様です、アキラさん。私アキラさん、本当は優しい人だったんですね。急にどうした？今度猫缶持ってきますね。あいつまさか広告は任せる。それとは何でもない、彼女に話があるから。全てモニターさせてもらっていた状況。まさかこんな形でレギオンが戻ってくるとは。突然の襲撃嬉しいね。ここに来て全ては君と。現在そのレガトスにはソードレギオンと、君ならばその力を。その時は頼んだよ。以上だ。